倒的に量ですから。ただみんな言います、日本人の3倍は食べてるぞと、お米を食べてると。昔の人はね、そう、昔の人はね、こんなでかいのおにぎり作ったからね。そうです、おばあちゃんのおにぎり大きかったな、はい、なくてもね、本当に美味しいことが。ただあの本当に僕ら今あの本当にもうこれ何回も言いますけど、今の若いものが食べないんじゃないので、今の70ぐらいの方からもう食べてないですからね。お米もう1人60キロになってますから、70ぐらいの方が20歳の時ですね、まあ、50年ぐらい前からもう食べてないですからね、まあ、その時にできたのは肉とか魚がだいぶ安く手に入るようになったんですね。小麦も案外増えてないんですね。肉魚が多くなってご飯を減らしたという感じですね。まあ、ただやっぱりあの本当にお米でいくとあの太るとか言われますよね、やっぱりお米 の、まあ、あの炭水化物だけど、まあ炊くと結構かさが増えるわけですから、あのお米の炊く前のお米で計算してますからね、パンの方がどっちかというと太るっていうことですよね。そうですね、まあどっちみち両方炭水化物から太るからっていう人もいるんですけど、比べると太るよね。うん、そうですね。太らん。そうですね、まあ。特に玄米とかは本当にいいですね。腹持ちもいいですし、はい、あの本当になんかやっぱり昔の人が食べてたものっていうのは本当にいいものを食べてたなという、体にいいんですね。今はもう味のいいものっていうふうになってますけど、うん、まあ僕も本当にそうなんですよね。味のいいものばっかりしか食べてないんで、はい。まあ、ただやっぱり子供の本当に体って本当にデリケートなんで、やっぱり本当に素直に吸収していくんで、大人は変なもの食っても全然いいと思うんで、僕も大人になってから好きなものを食べるようになったんで、小さい頃は好きなものを食べさせてもらえなかったっていうのが正しいんですけど、まあ母に感謝してもいかんかなというところは思ってますけど、あのまあ現にまあ僕らも肉でも脂身だけ切り取って調理してくれてましたから、はい、でどうするの、脂身、脂身はだから捨てちゃいますね、捨てるんだ、はい、あ、はい、まあ、あのだから未だに僕だけです、